はい、さくらです。今日は、CM 挟まないと思うんですけど、音楽またかけてて、これは、若返りの効果が増し、恋愛力が高まる BGM です。聞こえてればいいんですけど、ちょっと小さいかな。ちょっと一つあげました。テーマは、今日のテーマは、お相手が思うあなたの好きなところですね。で、段取りとしてはそれを伝えているのかをまず聞いて、タロットで聞いて、で、2番は好きなところはどういうとこか、で、3番は伝える気持ちはあるのかと、最後にオラクル一言メッセージですね。はい。これだけだとすぐ終わっちゃいそうな気がするので、なるべく深掘っていけたらなと思ってます。では選択肢、またこの猫ちゃんのやつから取っていきたいなと思います。1番さ、無エンプレスドーンとしてるから、なんか妊娠してるのかな、この猫ちゃんは。すごい体大きい、可愛いですよね、まるまるしてて。2番さん、もうこれはハイプリエステスですね、女教皇です。なんかこの被り物があれなんですよね。何でしたっけ？私ちょっとメーカーに詳しくないんだ。履物です。はい。かわいい。さすが靴好きですよね、猫ちゃん。うちの愛猫も昔靴好きで、玄関の靴になんかなごなごしてましたね。3番さん。またデビル。はい、ではこの中からお選びください。選べたかな。ではまずエンプレスの女帝から始めたいと思います。そのままエンプレスさんとお呼びします。タロットでまずそれを伝えているのかっていうところを聞いてみたいと思います。エンプレスさんの相手、言うてないとか言って、心の中に大事にしまってるって感じですね。で、なんかそこを育んでほしい気持ちがありそう。なんか言いたくてたまらない気持ちもあるって感じですね。やっぱ言いたいみたいですね。褒めたいっていう感じかな。デビル出てきた。めちゃくちゃ、なんか話したいのかな。言いたい気持ちはたくさんあるみたいですね。でもやっぱ言えてないみたいで、言えたらどんなにかいいのにっていう気持ちも伝わってくるんですけど、なんか言いたい気持ちがいっぱいありすぎて、なんかこれが逆位置なんですけど、釣られた男、言えなくて苦しいって感じですね。これ
これだとあの辛い、これだとこの状態でも辛いんだけど、この状態だともっと辛い状態なのかなと思って、なんかもう喉元まで来てるけどでも言えないみたいな。でそのいいところっていうのを、そうだな、うん、ペンタクルのクイーンが出てるので両妻賢母なところなのかな、まあ、これから出していくんですけど、うん、そこ、そういうとこが好きだなと思ってる可能性ありま ありますね。そうね、さくら説明するのにね、なんかこう焦っちゃって、どういう風に言い回ししたらいいだろうとかってちょっと頭の中でこう汗汗しながら喋ってるんで、まだちょっとたどたどしいですすごく言いたい気持ちあるけど、めちゃくちゃあるんですよね、デビル出てるから早く言いたいみたいなところもあるけど、うん、そう、言えたら、言えたらどんなにかいいか、なんかもうここで言えたら自分の気持ち分かってもらえるのにっていうところもあるっぽい気がするんですよね。ちょっと補足引きます、ワールドの逆位置に。自分の気持ち分かってもらえるような気がするって感じがするんですよね。うん、不安は残るけど、なんかやっぱ気持ち、自分の気持ちをこう悟ってもらえるっていうか、分かってもらえるっていうか、うん、なんか2人だけのこう2人の気持ちっていうか、あのこのお相手の、これ完全に好意あると思うんで、好意を持ってることが悟ってもらえるっていうのがなんか期待があるみたいで。でまだ言えてないからワールドが逆位置なんだと思うんですね。ちょっと朝なんで今声が寝起きの声でガラガラです。カフェオレ飲むのがちょっと日課になってて、あとそれではそうだな、うん、好きなところちょっとオラクルでヒントとして見てみたいと思います。好きなところ、エンプレスさんの、お相手がエンプレスさんの好きなところってどんなところですか。あ、的を鳴らすの忘れちゃった。まいったな。1、2、3、4、5、6、クリスタルチューナー、また鳴らすの忘れちゃいましたね。これですね、好きなところなんですけど、出現するっていう意味で、カードの意味としては、エンプレスさんが表舞台に登場するっていうところは書かれてるんですけど、まあ、エンプレスさんがっていうか、このカードが表舞台に登場するところっていうところがキーパーソンかなと思って、こうなんか何かやられてて人前で何かする方なのかなと思いましたね、プレスさんが。そういうところが、うん、なんか好きみたいですね。エンプレスさんの中で長く温めていたアイディアや事柄がこう現実世界にこう表現されてるっていうか、あの具現化されてる、具現化しっかりしているところが好きみたいですね。それでは深掘りしていきたいと思いますね。好きなところ、もうちょっと深掘り、どうやって出そうかな。
なんか、あ、老け顔CM 入ってまさかの CM。 すいません、これはすごいめちゃくちゃ油断してました。これは信頼してたんですけどね、この曲は。好きなところ、ジャッジメント、なんか行き詰まってもこう前向きになれるところですね。しかも相当明るいって感じもするんですね。明るいっていうか、こう前向きにこう恐れ知らずなところがあるって出てるんですね。時には弱くなったりもするんですけど、弱みを見せてくれるのかな、そういうところも好きで。だけどなんかこう行き詰まったりしても、こうなんだろう、そっから這い上がるじゃないけど、なんとか自分の中で解放していくとか、回復してって自分の中で、それでポジティブになるところ、なんかそういう強さかな。ここはちょっとあのストレングスは逆位置に出てるんですけど、弱さも見せて、なんか自分に対して、お相手が自分に対して見せてくれるところがなんか好きっていうか、いいなと思ってるんじゃないかなと思います。で、強い方だと思ってるんじゃないかなと思いますね、プレスさんのこと。じゃあもうちょっと好きなところ出していきたいと思います。ただでは起きないよって感じもするんですよね。そういうところが好きなのかな。あ、下に指輪があった。ちょっとこの布の下に指輪あったんで指輪します。指輪今日するの忘れちゃったなと思って、どこいたかなと思ったら布の下にありましたね。3枚目、これはシックスオブカップか、キングオブカップ。これ見えてるかな、このカード。もうちょっと上に上げて、ちょっとさくら、これ難しくて止まってました。止まってたっていうか考えてました。なんかあのあんま派手じゃないところとか、感情、そうですね、なんかこう感情がこうわーっとなるとき、なんか混乱じゃないんだけど、悲観的になったり混乱したり、いろいろな感情がこうネガティブ方面にわーっと押し寄せるときも、なんか見せてくれるとことか、そうだな、それを昔から、昔、そうだな、自分らしくあるっていうところかな。そういうなんか隠さないで自分らしくあるっていうところが好きなのかなと思いました。なんかその自分らしさを大切にするっていうか、でなんかあのあまりなんかこう下品じゃないというか、もうそれは極端なんですけど、エンプレスさんが品のないものを避けてて、逆に言えば、まあ、品があるっていう感じの方なのかなと思って、そういうところがなんか品をこう保つっていうのかな、そういうところが好きなのかなと思いました。でなんか昔から好きって言ってるんですよね。で、あとは生真面目なところが好きみたいですね。ちょっと補足入れていきたいと思います。
地味っていう意味もあるんですよね。なんだろうこれ、ペンタクルの、ペンタクルのエース逆位置出てきたから、ちょっともう一枚難しい。あ、もうエース出てきた。あ、なんか型、なんか物質的には欲がないけど、なんかあんまりこう評価とか気にしてなさそうなところがあるんですよね、形として。だけど気持ちはすごく情熱、やる気はある方だなと思ってるのかな。そういうところ好きって。で、カップの6に補足。なんか切磋琢磨、昔からごめんなさい、昔からこうお互いに磨き合う関係性っていうのができてて、こう切磋琢磨できるから、昔からそういうのが好きって。なんかあんまりこう、なんだろう、感情をさらけ出すっていうか、あんまりこうなんか気取らないっていうか、素直な自分を見せ合える関係性が昔からあるから、そういうところが好きって言ってますね、思ってますね。やっぱり切り替えはっきりしてるって言ってますね。しかもしっかり前向きなんですよね。そういうとこ好きって言ってますね、思ってますね。はい、それでは、まあ、ここで言えてないって出てるんですけど、伝える気持ちはあるのかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。サクサクになるのかな。伝える気持ちあるのか。なんか言おうとしたことはあった。言おうとしたことはあったけど、でもできなかった。なんか、言う自信がないって。言いたいんだけど、言えないって、なんか、やっぱ言えないみたいな。なんか、エンプレスさんが魅力的すぎて、なんか自分は、そういうなんか、発言さえなんか阻まれるみたいな感じがちょっとあるんですよね。自分がなんか、上からじゃないけど、なんか褒める立ち位置にいないかのようになんか思ってるのかなと思いました。ジャスティスも逆位置だし、まさか言えやしないみたいな感じがするんですよね。なんか言おうとしたことはあったけど、なんかあんまり、そうだな、ランドンさんが一番最初に出てきてるんですけど、逆位置で気持ちだけで行動できないんですよね。異様、なんか何回かっていうか2度目かわからないけど、異様と思った時もあるけど、いや、やっぱそんな無理だしと思って、なんかこうまだそういう言える関係性じゃないとか、そういうのがあるのかなと思いました。気持ちはあるんですよね、言いたいなっていう気持ちは。だ、そこのところに言いたいなっていう気持ちでのところで、ちょっとなんか
エネルギーを浪費してるところもあるかなと思いました。だからあと深層意識では、やっぱり言いたいな、ちゃんと言いたいなっていうのはあるんですけど、それさえ言えれば先に進めるのにとか、なんか過去から思ってたみたいで、それさえ言えれば先に進めるのにっていうのがあったみたいなんですけど、なんかはっきり言いたいみたいなんですよね。なんか誰が何と言おうとエンプレスさんの良さはなんか絶対なんだっていうところがちょっとあるかなと思いました。他の人が何と言おうと、いやこのエンプレスさんはこういういいところがあるんだっていう、なんかもう人がなんかそうかなってなんか言うところを、いや絶対そうだしみたいな、こういういいところがあるからそれは絶対だしと思って、絶対すごくいいよみたいなところがあるんですよね。なんか押してるみたいな感じがありますね。でそこで人に何か言われると、なんかこうそうかな、あんまりそうは見えないけどとか言われるとちょっとイラッとくるみたいな感じのところもあるかなと思いました、深層意識で。だからなんかエンプレスさんのいいところを自分が他の人に言ったところで、なんかちょっと否定的そうかなみたいな感じのこと言われると、なんかムキになるっぽいんですよね。いやそうだからみたいな感じで、それはこうなんだよエンプレスさんは、こういういいところがあるの間違いないからみたいな、自分の言ってることは本当だからみたいな、なんかそこムキになってるんですよね。はい、そこだけはなんか力強いかなと思います。自分の言ってることは正しいからみたいな、深層意識なんですけど、はい。ちょっとまた声ガラガラになってきた。ではお相手から最後に一言メッセージをもらいたいと思います。これは英語なので和訳していきます。なんだろうねこれは、これなんですけど、この経験から得た知恵に感謝しますって言ってるんですね。だから見習うところがあるのかなと思いました。エンプレスさんのそういういいところを影響を受けて感化されたりしてるのかなと思いました。見習う部分があるのかなと思いました。あとボトムもちょっと見てみたいと思うんですけど、これで何だろう、これ音楽やられてるのかな、それとも音楽いつもなんか生活の中に入れてる人とかエンプレスさんの中でいるのかなと思ったんですけど、あなたは音楽を通して自分の考えを表現しますって書いてあるんですね。だからなんか歌とか歌うの好きとか、例えばですけど、あとカラオケ行ったりとか、音楽を実際にやってるとか、なんかちょっとしたなんか遊びで音楽やってるとかでもいいんですけど、音楽に関することですね。それを通して自分の考えを表現しますって言ってるんですね。それがどうかしたのかなって感じなんですけど、はい。お相手はそういうところも好きなのかなと思いました。表現しますでと思ったんですけど、はい。そうですね。多分、ボトムで出てきたってことは、これも重要なことかなと思いました。はい、ということでちょっと短めだったような気もするんですけど、これでエンプレスさんのリーディングを終えたいと思います。見ていただきありがとうございました。はい、では2番さんの
ハイプリエステスの助教校さんのリーディングを始めたいと思います。鳴らしますね。まず最初に、お相手が言うあなたの好きなところ、お相手が思うあなたの好きなところ、それを伝えているのかちょっと見てみたいと思います。そう、助教校さん、助教校さんと呼ぼうかな。うまく切れない。どうしたんだ。あ、こじゃない。伝えているかと言ったら、伝えたい気持ちあるんですけど、なんかそれを計画していたのかわからない、計画って言っていいかわかんないですけど、なんか計画倒れみたいな感じ、言えずじまいみたいな、なんか違う言葉を言ったかもしれなくて、なんかあの表現の仕方が間違ったかもしれないみたいなところが見えるんですよね。ピュアな気持ちがこの方にはあって、お相手は助教校さんのことをすごく魅力的な人だと思って、なんかコミュニケーションも結構できてる方なのかなと思ったんですけど、もしくはそういうふうに円滑なコミュニケーション取りたいなと思ってるのかもしれないですね。その中でなんかあのいいところを言いたいなと思ってるんだけど、こううまく言えないっていうのとか、うまく言葉をこう使えないっていうか、表現できないとか、言葉が下手な私みたいに下手なんていうんだろう、どう伝えていいかをなんか失敗しちゃったとか、そういうのがあるのかなと思いますね。でも伝え直そうっていうのがあるんですけど、ちゃんと伝えようっていうのがあるんですけど、でもなんかそこはなんか計画倒れみたいなところあるかなと思いました。伝えるのをためらいがちになるっていうか、タイミングをなんかここで逃してるような気もするんですよね。言う言葉を間違えたとか、伝えるべき言葉の内容を間違えたとか、なんか違うこと言っちゃったとかで、なんか、全然真逆のこと言って、なんか傷つけちゃった可能性もあるのかなと思いましたね。それかこれ計画も表すので、計画しようと言うのを決めてるんだけど、タイミングを逃してたり、計画性がなかったり、そういうのがあるかなと思いました。ここでなんか言う言葉を間違えて、傷つけちゃった場合とかは、ここで不調和が起きてるのかなと思いました。言い直すっていうかまたちゃんと言い直すっていうか、言おうと思ってるんだけど、間違った言葉を伝えたにしても、ちゃんと言おうと思ってるんだけど、ちょっとためらいがちになったり、
助教校さんとの間が不調和だから、停滞してたり、ユノが停滞してたりするのかなと思いました。それでは好きなところをオラクルカードでちょっと見ていきたいと思います。なんか飛び出してきたのあるな。これがものすごい群を出て群を抜いて飛び出していったので取りました。一応なんか壮大な感じがするんですけど、これ後悔って書いてあってボイジャーだと思うんですけど、読み方は後悔で、なんか助教校さんは安全なところにとどまるよりもこう冒険心があって、そう安全なところよりもこう違う新しい道に進むところがあるのかな。なんかこう未知の領域とかに踏み込むところがあるような感じがするんですけど、ね、そういうところに進んでいくところが好きって言ってますね。ではタロットで好きなところを深掘りしていきたいと思います。指輪してるって言ってもね、指輪して手あんま出ないからあんまり意味ないじゃんと思って、ちょっとどうしようかなと思ってます。1,2,3ページオブカップ、ページオブカップの割にはおじさんじゃんと思ったんだけど、ひげ生やしてるし ページじゃないですよね、これ大人ですよね。ひげ生やしてるんで、でも一応ページとしてはい認めますすごい偉そうに。好きなところはなんかまだまだっていうかちょっとなんかまだ幼さそうな感じに見えて、幼い面もあるのかな、幼い感じもあるなと思いきや、大人なこう包容力のあるなんか深い人に対して深い愛情を持ってるところとかですね。でもなんか一方でそういう穏やかさなところもある一方で、そうだな、ちょっとなんかこうさあ行くぞっていう時にこけるというか空回りして、なんかあれってなんかこう肩透かし食らうってるところも可愛いなと思ってるのかなと思って思いました。だけどなんかいろんな面を感じるんですけど、そうだな、なんかこう人とのこう間バランスを取るのがうまいところとか、そこがすごく思慮深いなと思ってるのかなと思いました。それもなんかそうだな、この助教校さんの性格なのかわからないですけど、浅はかなところがないっていうか、穏やかであって思慮深いでバランスが取れてるとか、人とのこの距離感とかも保てるし調和できるし、なんか問題があっても一旦こう落ち着くっていうところがあると思うんですね。
なんか若い面がありそうで、なんか実は大人みたいなところがあって、そのギャップがなんか好きなのかなと思いました。ここでもなんかワンドルナイトは逆位置なんで、こうなんかドジっ子っていうイメージがあるんですけど、なんか古い言葉遣いであれなんですけど、ちょっと待ってください。考えてたんですけど、なんかトラブルがあっても、そうだな、なんか失敗とか判断ミスとかがあったとしても、結局そうだな、なんかどうしたらいいかわからない時があったとしても、優柔不断的な感じで、やっぱりなんかこれハーミットが出てるので浅い考えは出さないんですよね。深い考えを持って、深い知恵とかこう、その考える力があるって出てるので、そういうところが好きなのかなと思いました。だからなんか人間性として、こうなんかページは出てるんですけど、人格が高いっていうか、そういうところが好きなんですね。いいなと思ってるところ、尊敬してるんじゃないですかね。でもうちょっと出してきます。見えるかな。なんだこれ、スリーオブペンタクルか。逆位置が多いね。あ、ボトムはこれですね。悩みから解放されるって出てるんですけど、そうだな、これはハイロファント。いろんな事柄からこうアイデアっていうか、こう抜け出そうとして抜け出せないところを、こうマイルールでやっていこうとするところ、他のなんかルールとかに縛られないで、マイルールじゃないと動けない感じがするんですよね。そこになんかこう幸せっていうか、ひとときのこう休息感とか、ひとときのなんて言うんだろう、安らぎとかを感じているんだけど、まあ多少の不安感は残るにしても、そういうところがいいなと思ってるんですよね。ちょっと難しいなこれ。平凡じゃない、平凡なところが嫌なんですよね。なんか日常的なこととか、毎日繰り返される普通な一般的な、なんかこう特に飛び抜けて特別じゃない事柄とかがあんまりこう好ましくないのかな。そういうのをしないとか、だからそこはマイルールでやっていく。でそういうのに縛られるのが、なんかルールとかに縛られるのが嫌いみたいなところがありそうなんですよね。ものすごく閉塞感とか、なんか身動き取れない感じがするんですよね。これ難しいから、ちょっと待ってください。カフェオレ飲んで細く引きます。ワンドの4から、めっちゃしどろもどろになった。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62
1,2,3,4,5,6 ワールド、あ、見えるかな、バンドのようなところにワールドですね。で、ハイロファントのところに補足、マイルールの中に引きこもるって感じですね。余計なんかこう、それかなんだろう、縛られないって感じがするんですよね。やっぱりこれ逆位置で開放的な意味なんで、縛られないって感じなんですよね、ルールとかそういう規則とかに。で、想像の8、なんだろう、カップのナイトが出てきたんだけど、え、わからない、何これ、ちょっともう一枚、え、カップ、カップのエース、なんか急に話の展開が違う方向性が見えてきたんだけど、なんか感情縛られるのがやっぱやだやだみたいな、そういう感じかな。自分の感情を縛られてるように感じるから、やっぱマイルールマイルールですね。ペンタクルの3、逆位置に補足、あ、これ裏返ったらまたペンタクルの3、逆位置出てきた、なんか同じカードの、あ、カードの補足で同じカードが出てくることたまにあるんですよね。めっちゃ強調してますね。いや、なんかこれに補足出したら、いや平凡なの嫌だからってなんか言われてるような気がする。平平凡凡なのは嫌だからって、なんかこうなりたいんですよね。なんかベストな、なんかいつもよりなんかすごい結果にしたいとか、素晴らしい結果、アイディア何でもいいんですけど、素晴らしい結果を得たいって感じなんですよね。それか、そうだな、話し合いとかちゃんといい結果出したいとか、やっぱいい結果なんですけど、話し合いの場においても、友達といい交流持つにしても、仕事の場にしても、いい結果を出したい、なんかいつものなんか毎日繰り返されてるようなこの平凡な結果じゃ嫌だって言ってるんですよね。で、釣られた男、逆位置の補足、五行が指してないのは気になるんですよね。なんかネガティブになっちゃう、ネガティブになっちゃうんですよね。悪い方向に変えちゃ、やっぱ抜け出せないんだ。よっぽど平凡さが嫌なんですね。平凡っていうか、一般的な、なんかこう一般的に知られてるような感じのものよりも、こうもっと上質なベストな感じの状況とか状態とか、そういったものを、マイルールの下でなんか突き通してるっていうか、それが自分っていうか、そういう助教校さんが好きみたいな感じですね。それでは、こっちのタロットで、それを
伝える気持ちはあるのか。ちょっとお父さん、あ、なんかこれ裏返った、え、無理だよって、なんかすごいネガティブ。なんでそんなに喪失感。3、4、5、6、7。あ、でもそっからなんか言えない、すごく言えないよっていう気持ちのところから、あ、すいません、なんか物が落ちた。さくら、あの ADHD なんで物片付けるのがすっごい苦手なんですよね。だから片付けるっていう作業が頭の回路にないんですよ、そもそもが。まあそれ個性っていう人もいますけど、だから片付ける作業はできないので、あのまとめてるんですね、あの一箇所に何かをまとめるとか、うん、収めてるっていうか、だからたまに足元になんか落ちてきたりしますね。はい、すいません、元に戻るんですけど、ちょっとカフェオレ飲みます。なんか喉に本当にいいやつないかな。そう、もうちょっと出してきますね。勇気はあるのかね。言いたいんだけど、すごく言いたい気持ち強いけど、助教校さんが素敵すぎるって言ってるんですよね。言えない自分が情けなくて不満で、なんか、すごく消極的で、そう、弱気で、でもそこをなんとかして、こうなんか状況を変えたいっていうのがこことここに出てきてるんですけど、これは逆位置になると感情とかをぶちまけるじゃないけど、ぶちまけるってほどじゃないですけど、そんな、なんだ、ぶちまけるって言い方ちょっと違うんですけど、感情が現れる感じなんですね。これが聖地だと、停止とか一時停止とか、なんだろう、バランス保ちながら、とりあえず物事見てないんですよね、この人。この後ろにいろんな背景とか絵が描かれてるんですけど、それも見てないんですよね。スルーしてるっていうか、で、この状態のまま、とにかく止めてるんですよね、時を。時っていうか、見ないんですよね、自分の感情さえ。後ろに水辺がありますけど、水辺感情なので、だけど、これ逆位置になると見るんですよね、自分の感情。だから言いたいっていう気持ちが、このなんか、大きそうな湖か海かわからないんですけど、逆さになったらドバーってなんかこう、ドバーってなんかなりそうなんですよ。私の説明ちょっと下手くそすぎてすいません。なんか海を逆さにしたらどうなるかって言ったら、それは大変なことになるじゃないですか、湖とか。そんな感じですね。なん かこう抑えてた気持ちとか、収めてた気持ちがドワーってこう流れ落ちるっていうか、言いたいって気持ちがすごくあるんですね。だからガラッと変えたいっていうのがあって、そこを、そうだな、これなんか急に そういういいところを育ててほしいなっていう風にも取れるんですけど、ちょっとペンタクルのクイーンに補足、あ、落ちちゃった。ペンタクルのクイーンに補足。休みのカード出てきた。
ぱあの自分自身のそういう言いたいなっていう気持ちを ここではあのドバーッと言いたいってなんか なんつったらいいんだろう、さっき説明しましたけど、とにかく言いたいんだっていう気持ちが強いんですけど、深層意識では。だけどなんかそれを、うん、とりあえず言いたいんだっていうすごい強い気持ちをただ感じてるだけなんですよね。ただ感じて休んでる、休んじゃってるですよね。うん、なんかなんで休んでんだろう、なんで休むの。なんか言う勇気ないからとか、なんか、うん、助教校さんが遠い存在なのかな、悲観的だったり、なんか言いたいんだっていうところで休んでんのはちょっと言う勇気ないからって、なんかあのそこまであの近い関係じゃないのかなと思いました。言う勇気ないって、うん、すごい近い距離あったら勇気とかそんな必要ないと思うんですけど、勇気とかまず関係ないと思うし、だけどそうそう、星の逆位置が出てるのでなんか怖がってるっていうか不安なんですよね。それ言って相手がどう思うかとかなんか考えすぎちゃってるところがある。だからとりあえずあのなんだろう、保留みたいな感じになってるんですよね。自分はそれ分かってるから、そのいいとこ分かってるからってなんか受け止めちゃってるだけにしまい込んでるっていう感じで、それで終わっちゃってるんですよね、深層心理。まあ、ここは深層心意識は自覚できないとこなんですけど、表層意識ではまずまあすごくここでもなんかああ言えないって喪失感に見舞われてるんですけど、でもやっぱすごく言いたい気持ちがなんかどんどんこうたくさん言いたいみたいな感じで、開放的な気持ち解放されてこっから言いたい気持ちがあるんだけど、うん、うまく伝えたいっていう気持ちもあるかな。ここでなんか成功したがってるんですよね。だけどなんか弱腰というか中層意識でそんな自分に不満持ってるみたいな感じですね。自分の中で、お相手自分の中でやや葛藤気味かなと思いました。それでは、これで最後なんですけど、お相手から一言メッセージもらいたいと思います。こちらのカードですね。よくカード見せないでカード引いちゃうんで良くないかなって最近思うんですけど、1,2,3,4,5,6,7、これなんですけど、私は自分自身をより良いバージョンにするために努力していますって書いてあるんですけど、多分この言いたい気持ちを言えるように努力するってことじゃないかなと思います。うん、この流れで言うとそんな感じがしまして、でこれがボトムなんですけど、ボトムも一応これは私の幸せをあなたと分かち合いたいって出てますね。やっぱ完全に好意持ってますよね、ここで。ということで、これで終わりになります。これで助教校さんのリーディングを終えたいと思います。見ていただきありがとうございました。はい、では3番のこのデビルのカードを選んでくれた方、始めたいと思います。デビルさんとお呼びします。鳴らします。
ではまずタロットで、お相手が思うあなたの好きなところを、それをあのデビルさんに伝えているのかっていうのを聞きたいと思います。猫ちゃんの足の下にちょっと差し込みます。ラバーズ、さあ123、あ、もう見えちゃった。なんかはっきり決めらんないみたいな感じがするんだけど、でも言いたい気持ちはあるんですよね。それもそうだな、なんかすごい力入ってなんか言いたいみたいなところがあるんですよね。お互いなんかお互いのこうなんかかしこまった場所じゃないけど、お互い向き合った時に改めて言いたいみたいな、なんか、かしこまるわけじゃないんだけど、なんか2人だけの時にここぞという時、これっていう時にさあ今だ、なんかそんな感じなんですよね。さあ今だ、今こそ言うべき時だみたいな感じで、でもなんかそうですね、うまく言えないんですよね。いざとなるとうまく言えない。なんか表現力がこう月並みっていうか、褒めてるんだけど、褒めてるっていうより普通のおしゃべり、日常的な普通のおしゃべりのように聞こえるとか、あまりこう誰かを褒めてるような表現ではないような感じなんですよね。なんか平平凡凡な感じで、なんかありきたりな会話をしてるだけみたいな感じになりそうなんですよね。そこに追われてなんかズーンってなんかこう落ち込むみたいな感じがありますね。それでなんかマイワールド入って、僕私ちょっと立ち直るのに時間かかるわみたいな、ちょっと僕私お休みするみたいな感じになってますなんか落ち込んじゃってますね。落ち込んじゃいます、こういう状況になって。伝えてはいないんですよね。伝えない、伝えられない、うまく伝えられない人が多いのかな。ではそのデビルさんの良いところ、良いところじゃないや、好きなところだね。好きなところっていうのを、お相手のデビルさんの好きなところをちょっと出してみたいと思います。あ、これまた、これまた迷った人とかいるのかな。これは未知なる領域に後悔をするっていう、ボイジャーって読むんですけど、確かその未知なる領域にこう果敢に行くって感じなんですよね。後悔だから、後悔ってクイルじゃなくて、あの旅路の方の、船での旅路の方の後悔ですね。だそういうなんかまだ行ったことのないところに、経験したことのないところに行ってみたり経験したりっていう、そういうところが好きだって言ってますね。じゃあタロットでもうちょっと好きなところを深掘りしていきたいと思います。お相手が思うデビルさんの好きなところ、まさにもう
完璧な異性だと思ってますね。好きなところだから、もうこれ以上の人はいないと思ってるんですよね。あの異性として見るにあたりっていうか、異性としてこうなんか魅力がなんかそのなんだろう、異性としてですね、異性としてこう意識するのは、うん、デビルさんしかいないですよね。女帝なので、で言いたいけど、あ、めっちゃ好きですね。なんか、うん、愛情深いところ、すごく愛情深いと、このエンプレスも愛情深いですし、豊かさ表してるので、うん、愛の豊かさとかもあると思うので、愛情深いところをすごいあの強調してきてますね。ソードの6、ソードだ。でなんかポジティブな感じなのかな。だけど慎重派、何も考えないでなんかこれですね、後悔に飛び出すっていうタイプではない。なんかこうちゃんと立ち回りよく下調べとかちゃんとしっかりしてから行くって感じのところがありますね。だからしっかりしてるんですよね、一人の人として、このデビルさんが。なんか美味しいところもちゃんと持っていくっていうところがあるのかなと思いますね。でなんか人に知られないように努力したりとか、人に結構秘密裏に下調べしたりとか、あんま人に知られないところでなんかこう何かを探すじゃないけど、何か調べたり情報を得たりとか、なんか人に知られないようにする賢さがあるんですよね。うん、そこもあの慎重なのかなと思いました。一応ちょっとあの補足、そうだな、裏返った。しかもこの時にその7で下調べとかなんかいろんな情報集めたりとかする時に、あ、すいません、プーちゃんが泣き始めました。結構広い視野なんですよね。余裕ありそう。私は多分うるさいからと思うんですけど、なんか広い視野で余裕ある感じですね。そういうとこ好きだと思ってるのかな。なんか叶えるって感じかな。その慎重に動くんだけれども、必ずこうやりたいこととかに対して叶えてるんですよね、夢とか願望とかを。うん、そういうところが好きとも言ってますね。あとソードの6、やっぱポジティブなんですね。これ凱旋帰国のやつで、やっぱりこのワンドの6もポジティブなカードなんですけど、何か進展させたり、そもそもこのワンソードの6が66で来てますね。そういえばソードの6がいい方向に進むので、それの補足として引いたのはワンドの6で、だからいい方向にこう進展していくとか、これもいい方向に行くんですけど、ソードの6も
それでなおかつちゃんとしっかり成就させる、ここにも夢願望を実現させるって言いましたけど、うん、それを言ってますね。同じ意味で同じですね、うん、ちゃんとしっかり自分の願望を成就させる、勝利するって、そういうとこ好きだって言ってますね。それでは、もうちょっと好きなとこ、相手が好きな、デビルさんの好きなところ、初めて弾いた。あ、今度ワンドの6逆できた。ファイブオブソードも初めて弾いたかな、このカード。これも初めて弾いた。なんかすごくネガティブなことがあっても、計画積み上げてきたことに対して計画的に、なんかっていうか、この人踊ってるように見えてめっちゃ気になるんですけど、このソード持った人がなんか踊ってるように見えてめっちゃ気になったんですよね。なんかウホホイって感じで、ウホホイって古いですけど年代バレバレですよね。なんか計画とかも意味するらしいので、ソードの5が、なんか失敗したりしても今まで積み上げてきた経験値とか、そうだな、ネガティブな結果だとしても、そのことに関してはこうちょっと補足ハーミットの逆位置に補足し、ちょっと弾いてみます。踊ってんのがめっちゃ気になる。あ、めちゃくちゃ考えてる。すごくよく考える方ですね。慎重だとは言いましたけど、ハーミットの逆位置にデビル出たので、あ、でも、もう一つの意味あるからな。慎重な方で、めちゃくちゃ考えすぎるところがあるのかな。なんかこういう風に経験値に対してこう計画通りに動いたつもりが、なんか計画通りに動いたのに、ちゃんと成果が得られなかったことに関してちょっと引きこもりがちになっちゃうんだけど、でもなんだろうな、すごく考えすぎちゃうんですけど、ものすごい考えちゃうんですよね。そこのとこ執着すごいかなと思います。めちゃくちゃこの時は誰も邪魔できないんじゃないかなっていうぐらい、めちゃくちゃよく考える、引きこもりがちなぐらいにそこに集中して考えるんですよね。で、そのことはもううまくいくために、もう決断、うまくいくための方法を考えるためであって、もう勝負に出るって感じで、そのタイミングをこうちゃんと後期、いいタイミングの時をちゃんと見定められるっていうところが好きなのかなと思いました。
ちょっと梅の輪に補足出します。やっぱ前向きなんですよね。やっぱ皇帝なので進んでいく力がある方ですね、デビルさんは。そういう行動力、やっぱ行動力がなんか考える時もすごいめちゃくちゃよく考えて、もう勝機を見据えた考えをするので、それでなおかついいタイミングの時っていうのを分かってて、その時にしっかり行動するっていうのが分かってるから、そういうとこ好きって思ってますね。ちょっとカフェオレ、なんかこのソードの5が個人的にめっちゃ好きなカードになったんですけど、このおじさんが踊ってるようにしか見えないんで、さっきから。このソードの5いいですね。でそれではそのことを伝える意思はあるのか、その好きなところがあるっていうのをデビルさんに伝える気持ちはあるのかですね。うん、ここで伝えられなくて一時休戦ってなってるから、そっからの復活って感じですね。1枚目、表層意識、中層意識、深層意識で出していくんですけど、なんかいっぱい伝えたいことがあるみたい。また考えてるし、しかもよく出るのはこのフール。伝えたい気持ちは深層意識でも出てるんですよね。ここで表層意識の一番最初の気持ちで、一番来る気持ちで、なんか言うぞってなんか気持ちがあるんですよ。最初はなんか言えなくてチーンって感じなんですけど、でもやっぱ言おうとして、でも気持ちだけで行動できないっていうのがありますね。だけどやっぱり、これソードムクイーン正位置だと一途に好きっていうところがあるんですよね。だから行動はできないけど、そういうところが一途に、そういうデビルさんのそういうところが一途に好きって出てますね。でそういうなんか、そうだな、その良いところをめちゃくちゃ見てると思うんですよね。でその良いところを見てていいなと思ってる気持ちがすごいなんかこう膨れ上がってるっていうか、というかデビルさん自体に対しての気持ちがなんかすごくたくさんあるんですね。でデビルさんのそういうところ、今いいところがいて、なんかいいところが見えてる時期ってあるじゃないですか。悪いところが見えてる時期もあるし、今はいいところが見えてる時期なのかなと思いました。で中層意識のこの自覚できてる、できる部分とできない部分のどこがそうでどこがそうじゃないかはこの中ではちょっとわからないんですけど、なんか言えない自分から解放されたいっていうのがあるんですよね。何も考えないでちゃんと思い切って言いたいっていう気持ちがあるんだけど、そうだな、思い切って言いたいの下にこのカップのナイトは来てるので、好意かな、やっぱりついでに好意伝えたいみたいな、ついでにみたいな感じで言っちゃったんですけど、だけどなんかこう葛藤してて、いやでもでもしかしみたいな感じでなってて、
なかなかこれ情熱の王様なんですけど、消極的なんですよね、そこのところやっぱり。でもいいところ、今一番いいところ、一番いいところっていうか、今が一番いいところ見えてる時期なのかなと思いました。それでは最後なんですけど、お相手から一言メッセージをもらいたいと思います。これですね、あとボトムも見るんで、こっちがボトムなんですけど、最初こっちから呼ぶと、なんかあったのかなと思って思うんですけど、以前もっと良い対応してあげられればよかったのにって書いてあるんですよね。だからお二人の間で何かしらこう、そうだな、塩対応の時があったとか、ちょっとあんまりいい対応できなかったっていう時があるのかなと思いました。でこれはボトムです。これはいつかあなたが私を許してくれることを願ってますって書いてますね。だからなんか喧嘩しちゃったとかがあるのかな。だからここで最初にソードのエースが逆だったのかな。許してくれ、まず許して、何かを許してくれるかわからないから話しかけづらいっていうのもあるのかなと思いました。でもラバーズが出てるから好きなんですよね。はい、ちょっとごちゃごちゃになっちゃったんですけど、これで以上になります。リーディングを見ていただきありがとうございました。参考になれば嬉しいです。